確かな。でね、他の人たち、ゼロ部隊でね、ゼロの部隊でね、こことか、取り返しに行ってもらいましょうか。もう君たちは無理です。もっと取り戻しに行って。前進。ああ、これ途中で死んじゃうかもしれないな。よく追い払ってくれました。武田信玄で。お方の陣形が崩れました。町並みを失いました。ああ、ちょっとね。しょうがない。しょうがない、しょうがない。でも多少はこっちに戻ってきてると思いますんで。6月になってくれればね、食べ物が増えます。ここにいる人間をとりあえずこっちに持ってきて、ああ、ちょっと待ってね、ここはここでね、ちょっと発展してもらいたいんで、とりあえずこれをここに置いといて、残りの人間をこっちに持ってきても、どうするかがまた一つの難題です。いわゆるそのってやつですね。町並みを制圧しました。点もしたいし、守りたい気持ちもある。町並みを制圧しました。とにかく食べ物が欲しいんで、あーでもね、ここね、またね、取りにこの人たちがね、取りに来る可能性があるんだよね。とりあえずこの人はこっちにね、行ってもらう。君はちょっとこっちにね、行ってもらおうかな。町並みの制圧が完了。
その上でお金がないんで安い建物を建てていってもらう。金がなくなっちゃうな。しもら残しつつ歩兵もねやりたいんで、津軽兵か、じゃあ貸してあげよう。まだどうするか決めてないんだけどね。ちょっと食べ物を売ってですね、こっちでもやるか。人を増やしたい。ただそれだけ。時間を進めていきたいところなんですけどね。今回はこの辺にしようかな。あと30分弱できますけどね。資源を確保しました。
ああ、お金がない。今、あ、ちょっと待ってね。お金がなくなりそうなときは、ちょっとこういうところを注意しておいて。これは外し、ああ、じゃなくてね、外しとく。ちょっとね、今回はね、ちゃんとセーブしてね。セーブしてですね、9月になる寸前にね、ボヘをやりたいんですよ。ボタンがさ、反応が鈍いからね。もうちょっと9月の際まで行ってね、もうこの辺で押した方がいいかな。じゃあもうちょっとなんだよな。ここなんですよ、ここ。まあもうちょいだったけどね、まあいいや。でこれで歩兵をやる。ここと、ここで歩兵をやる。お金が余ってないね。じゃあね、ちょっとね、研究もやってもらいたいんで、これをね、ちょっとやってもらって、次はね、どこを攻めていくかっていうと、理想的にはこっち行きたいんですよ。はですね、技術は敵には足軽ということなんで、研究はですね、足軽はもうやってるので、弓とかね、強くしていこうかな。鉄砲も魅力なんですけどね。余ったお金を使って、神宮でも、八幡神宮や八幡神宮、さらにお金が余っているのならば、とりあえずこんな感じで、ちょっとね、これもなんとかしたいところなんだけど、今ね、歩兵中なんですよね。ここも占領されてるところまで取り返しに行きたいんですよ。仲間も欲しいので、こっちのチームはですね、こっちのチーム2つ、こっちは1個。理想的にはね、もうね、東北全部ね、早めにね、習得したいんですよね。気持ち的にはそのためにも、このね、支配されているところを勝ち取りたい。
そのためにはね、こっちから来るやつをね、なんとかしなくちゃいけないんです。今多少こっちは15,000、15,000か。同盟関係はまだ全然遠いんで、ここにある兵力をちょっとね持ってこようかなと思いますね。半分ぐらい。12。あ、とりあえずここでいいや。そうしました。お道作っとこうか。承知いたした。ここはね、こっちからも攻めてこれるんですよ。ここに道を作ってね。だからここはね、ちょっと一回畳んで。こっちに持っていきたいんですよね。お城はね、お城は絶対ね、ここに建てたいわけですよ。お城が3つになっちゃうと、こっちを攻められる時もあれば、こっちを攻めていく時もあるので、こっちにね、絞らせておきたいんですね。ここをなくしてね。わあ、いっぱいいるな。人気があるのかな。なんかキリがないよね。あんまり数多く雇うとお金がなくなっちゃう可能性があるんだけど、でもね、求められちゃうとね、求められる時にね、求めておかないとね。ちょっとね、ここら辺のお店をですね、町をですね、春日にしとこう。春日。こういうところ、まあいいや。春日。っていうと常にね、壊したりしない方がいいんで。あ、研究、まあ、これは違うね。これは
春日山の人だな。ここにいる人たちは何もやってない。ご飯があればね、引っ越ししたいって感じなんですよね。微妙なんですよ。1万8000もあるんですけどね。今までは今までずっと気持ちいい思いをしてきたから。八幡神宮ね、建てた隣のエリアまでしかね、なんか異常状態のやつをある程度と防いでくれる。完璧じゃないんだけどね。とにかく12月になるまでこのまんまですね。適当に紅葉しながら、紅葉しながら、いくらもらえるのかな。時間的にあと15分ぐらいできますね。いろいろやることがあるんですよ。今のやつはこれです。ああ違う、これだ。役職がねちょっと上がっていくんですよ。武田、龍次、わかんない。ですね、お城が建てられないね。とりあえず引っ越しをしよう。やっぱりね、市場は建てたいですからね。ちょっとこれもやりたい。ちょっと物を売ってもらいましょう。使っちゃったからね。お金がたまんないね。ちょっと市場を建てるのは3月まで、あ、ちょっとできる。ちょっと一旦セーブしてですね、
で市場ギリギリ建てられるんで、こいつをですね占領されてるところに建てる。で歩兵もやりたいんで、ちょっとねあんまり2月になったら2月になったら歩兵をやる。2月に入ったら歩兵をやる。画質悪いかな。画質やっとたどり着きました。新潟の南半分って感じですよね。佐渡島はもっと北の方にあります。佐渡島はこちらの佐渡島、佐渡島があるのはここですね。自分がいるところが新潟なんだね。なんかこっちの方が新潟っぽいかなと思って。柴田ですね。新潟駅の近くですけどね。まあいいや、2月、あと8分くらいでいきます。よし。
もうちょっとで3月に なったらですね、ご飯がこう手に入るんで、そしたらね、こっちにね半分兵力を持っていきたいなと思います。寝返りを打ってしまう可能性があるんですけどね、ちょっとセーブもしてね、とにかくこのまま3月にやってもらって、3月3月になる前に、ここら辺は全部ね、この黒滝城にしておきましょう。この町だけね、黒滝城、そしてこっちも